あーん。あーさあ。今頃気づいたか？しかし手遅れだぜ、カレンちゃん。肉体のデリケートな部分を細い毛先で撫で回すというのだから、それで気持ちよくないわけがないのだ。さっさと音を上げた方が楽になれるぜ、カレンちゃん。いや、楽じゃなくなれるぜ。やべえ、ドキドキする。うわ、マジでヤバいって。カレンってこんな可愛かったっけ？僕の妹って世界一可愛いんじゃね？わかってる、そんなことわかってる。でもカレンちゃん、カレンちゃん、この状況、なんでお兄ちゃんが歯磨いたりしたげながらカレンちゃんを慈愛顔でベッドに押し倒してるの？なんで僕歯磨いたりしたげながら実の妹を慈愛顔でベッドに押し倒してるんだ？なんで私実の兄からうっとり顔でベッドに押し倒されてるんだよ。助かったぜ、月ちゃん、ありがとう。恩情判決が下されるのか、せめて執行猶予くらいはつくものかとにわかに期待した。すぐにコンビニ千枚同士を買ってくるから。期待空振り、死刑判決だった。兄ちゃん重い。ああ悪い。で兄ちゃん、5分はとっくに経ってるぞ。じゃあ仕方ねえか、約束は約束だしね。よく頑張ったな、カレンちゃん。兄ちゃん、もし兄ちゃんがどうしてもって言うなら仕方ないから、月日ちゃんが帰ってくるまで時間を持て余すし、帰参時に延長戦に付き合ってやってもいいんだぜ。今度は親と子を変えてやってみるとか。僕とカレンは少しだけ仲良くなったのだった。